ランニングスカートとは、主に女性が走る際のスポーツウェアファッションの一種である。アメリカにおいて2000年代に登場した、ランスカと略される場合も多い。もともとランニングやマラソン大会においては、女性も男性と同じショートパンツを着用するのが主だったが、近年はランニング用タイツを着用する選手が増えている。これは、防寒や体のサポート機能を重視したものであり、 普及を見せているが、反面、ヒップラインが強調されるため、恥ずかしいと感じる女性ランナーも多い。このため、ランニング用タイツを着用した上で、ヒップラインを隠す、さらには女性らしいファッションアピールをするといった目的で、ランニング用品の一環として多くのスポーツメーカーが販売を始めた。ランニング用品であるため、激しい運動による動きにも耐えうる。 伸縮性が高く丈夫な素材が用いられる。その一方で、通常のスカートと同様のカラフルで、ファッション性に富む製品が増えている。また、走ることを前提としているため、当然ながらミニスカートである。元来、女性スポーツ選手のユニフォームとしてスカートは多く、用いられてきた。ゴルフをはじめとし、テニス、フィールドホッケーラクロス、シアリーディング、 ボーリングなどに加え、近年は、卓球やバドミントン、バレーボール、ボクシングにおいてもスカート着用者が見られる。このような状況の中で、市民ランナーがスカートを着用することは、一般的になっている。特に2000年代末からのランニングマラソンブームにより、女性ランナーが著しく増加したことや、女性らしいファッションで走ることを提唱する、雑誌記事の影響も、一因と言える。 さらに、多くの市民マラソン大会では、参加の際の服装規定が寛容であることも影響している。もっとも、上述のような状況は、市民ランナーに限定した場合であり、オリンピックなどのような国際大会で、女性ランナーがランニングスカートを着用する例は皆無と言ってよい。なお、山登り山歩きにも、同様の重ね履きをする女性もいる。山ガールと呼ばれる場合がある。 膝上だが、ランニングスカートよりは、比較的長めのものが多い。ありがとうございます。